グループ学習は学習形態の一つで学級を小集団に編成し、その小集団内で学習する方法を。一斉教授と個別学習の間に位置する。教育学では大正から昭和の初めにかけては分断学習と呼んだこともある。グループワーク、半学習という呼び方をすることもある。教師から何らかの実験、調査、課題問題を与えられて、 あるいは課された問題について、グループで実験、学習、もしくは問題解決をグループで行う。教えられるのではなく、実地に取り組んでみて体験的に学ぶこと、またその学習の過程の中で、リーダーシップやフォロワーシップ、共同の取り組みについてそのノウハウを学ぶということが目的である。学習の目的などにより、様々な集団編成が行われる。 例として、学習者の興味、関心による、編成、人間関係を重視する、編成、能力別編成などが挙げられる。ただし、能力別編成については、学習者に劣等感を与える、可能性があるなど問題点が多いという。グループでやると、何から何まで、自分の主義主張、流儀を押し通そうとする悪しきリーダーシップが現れる、ことがある。また、 リーダーにすべて任せっきりにしてしまい、自分は何もしない、参加しないという怠慢なメンバーが出ることもある。またグループごとに競わせると、妙な対抗意識が生じることもある。生徒たちの自主活動に任せて放任するのではなく、教師が各グループを丹念にチェックし、適宜指導と助言を与えることが必要である。ありがとうございます。